今日のしらべてみたらは誰でも利用できるお得なお役所グルメです。レトロな雰囲気たっぷり練馬区役所の名物は、すごいですね、ちょっと見せてもらってもいい？私もびっくりした。トレーの上にこれでもかと盛られたメガカレー、総重量はなんと1キロ超え。しかも2人でもお腹いっぱいになります。だいぶコスパいいと思います。はい、足立区役所の食堂は、すごいですね、綺麗です。東京の街並みを一望できる特等席。しかも味わえるのは、クオリティが素晴らしいです。よくその食堂が思います。新鮮なお刺身などおかずがいっぱい。豪華だけどお手頃価格のメニューが盛りだくさん。そのため、もう10回以上だと思います、数えてないんで。足立区民の方ですか？はい、そうです。区役所に用があって来て、寄ったら寄って、その後から区役所に用がなくても来るようになりました。お役所グルメにハマる人が続出。ということで今回は、コスパ抜群お役所グルメには一般客はどのくらい来るのか、そしてなぜ役所にわざわざ食べに来るのか調べてみました。まず向かったのは渋谷駅から歩くことおよそ10分、渋谷区役所です。中に入ってすぐ見えてきたのは、誰でも利用できる一つ目のお役所グルメ、その名も渋谷ハチ公そばです。お待たせいたしました。お昼時皆さんが頼んでいたのは、もちろん蕎麦。その魅力は何といっても、安いですね、相当安いです、倍以上安いです。結構この辺にしては結構お手頃で食べれるのかなって気はします。まあ、渋谷区ってやっぱりどこも高いので。物価が高い渋谷区では考えられないというその安さ。人気は10割そばせいろ、お値段はなんと390円です。大盛りでもプラス110円、ワンコインで食べられます。温かいかけそばも390円。天ぷらは注文が入ってから揚げるので、サクサクで熱々。大きなエビの天ぷらが2本ついたせいろは890円です。毎回もう出来たてで、揚げたての熱々 の天ぷらが食べられるので、すごく気に入って重宝してますね。さらに魅力は安さだけではありません。すごく喉越しがいい感じ。なんかそんな安くてこんなに食べれるんだったらね、お得ですよね。ツルツルシコシコとした本格的な喉越し。実はこちらでは北海道のそば農家から直接仕入れているこだわりのそば粉を毎朝その日使う分だけ打っているんです。しかも作り置きはせず、注文が入ってからカットするこだわり用。さっと茹でて氷水で締めたら、10割そばの完成です。
秘伝のだしで作ったそばつゆでいただきます。では役所の食堂にはどんな人がどんな理由でやってくるのでしょうか。近くの職場で働く40代の男性は、なんで今日はこちらへ。あ、近くて、まあ、お蕎麦が美味しいので、はい、結構利用してます。そうですね、週1か2ぐらいは来ます。週1、2回この蕎麦をお目当てに区役所までやってくるといいます。一言で言うと蕎麦が美味しい、うん、値段そうですね、値段も含めて、うん、綺麗だし。80代の女性は、豚、だから私ね千葉から来たのよ。これから五木ひろしさんのコンサートに行くそうですが、なぜ区役所で食事を。あの初めてだから、うん、でここ食堂ってなってるから、たまたま入ってって感じ。そうこの日はそばと天ぷらのセットを注文。ホテルのお味はいかがですか。美味しいですよ。そばつゆがやっぱり美味しいし、天ぷらがカラッとしてもうね。この食堂にやってくる人のおよそ7割が一般客だそうです。渋谷ハチ公そばは平日11時から午後2時半まで営業しています。続いて向かったのは練馬駅から歩いておよそ5分の場所にある練馬区役所です。地下1階に向かうと列ができていました。ここが食品サンプルが懐かしいレトロな雰囲気の食堂です。お昼時はほぼ満席状態。その魅力はやっぱり、やっぱ安くて美味しい。金額がやっぱすごい安いんですよ。シンプルな醤油ラーメンは410円、大きなかき揚げが乗ったかき揚げうどんは420円、カレーライスも420円とどれも格安です。辛いですか。甘い。今カレー500円じゃ食べられないですね。どこしても私ね年金暮らしなんで。安いと助かりますか。助かります。もうすごく助かる。定番メニューだけではありません。月に 2,3 回は来ているという60代の女性のお気に入りは、一番好きなのはあの満足弁当っていう、こう四角いのに入ってるのなんですけど、12時にジャスト満ぐらいまでに来ないといつも売り切れになってて食べられないので。売り切れ必至の大人気メニュー、それがこちら。日替わりでおかずが変わる満足弁当です。この日のおかずはもやしのナムルにイワシフライとカレー肉じゃが、それに味噌汁もついて450円。この安さにどんどん売れていき、12時10分ですでに満足弁当売り切れです。オープンから1時間ちょっとで売り切れてしまいました。そしてもう一つ、この食堂の名物になっているのが、カレーの上に大盛りのカレーが乗っています。超特盛りのカレーです。まるでトレーのような大きなお皿の中央にご飯を1、2、
3、まだ乗せます。4、そこにたっぷりのキャベツとルーをなみなみかけたメガカレー。420円の通常のカレーライスと比べてみるとおよそ3倍、総重量は1キロ超え。それでも値段が700円と激安です。さらに初めて来たという50代の男性が頼んだのは、すごいですね、ちょっと見せてもらってます。私もびっくりした。これは 何カレーっていうんですか。メガカツカレー。すごい、メガカレーに大きなカツが乗ったメガカツカレー860円。運ぶのも一苦労ですが、これ食べられます？全部食べれますよ。食べれます、と自信満々で食べ進めていきます。でもなぜメガカツカレーを、ここへ来て何食べたって言った時にものすごく印象に残るじゃないですか。その後もペースを落とさずどんどん食べ進め、そして食べ始めてからおよそ15分、楽々完食です。ごちそうさまでした。腹何分目ぐらいですか。11分目ぐらい。美味しかったです。満足で、昼からも仕事頑張れそうです。お昼時に賑わいを見せる練馬区役所の食堂では、利用するのはやはり区役所の関係者が多い、それとも一般のお客さん。調べてみます。そうですね、はい、区の職員ですよ。自宅で働いてます。だからパート職員、パートみたいなものですね、はい、やはり区役所の関係者が多いと思いきや、区役所関係の方ですか。一般そうなんです。私一般客。一般客、うん、意外にも接戦によく利用してます。本当です、うん、安いもんね。この日のランチタイムは、区役所関係者が80人で一般の方は95人でした。なんと一般客の方が多いという結果に。その目的を聞いてみると、役所に用事があったという人だけでなく、80代の男性は、よく食べに来るんですか。そうそうそう、あの、ね、同龄違いが来てます。あ、おいしいね。なんか気持ちをすくの怖い。そうそう、その一般の直接と違ってね。この日大盛りメニューを食べていた30代の女性は、席数が多いので入りやすいのと、やっぱりあの量に対してコスパがいいので利用しやすいです。9ヶ月の子供を連れてきた家族は、今日もベビーカーをしてたら料理持ってきてくださったので、すごい優しくて。それも飲食店で食べるの。あ、全然安いです、3分の1ぐらい。コスパに加えて雰囲気も人気の練馬区役所の食堂は、平日11時から午後3時まで営業しています。続いて向かったのは梅島駅から歩いて10分、足立区役所です。ここのお役所グルメはなんと最上階の14階、その名も展望レストランでございます。東京の街並みが一望できる展望レストラン。この抜群の景色を前に味わえるお役所グルメの特徴は、
赤ですね、種類が結構リーズナブルにいろいろ選べて、あのすごくいいです。大きな鶏つくねと野菜がたっぷり入ったせいろはご飯と味噌汁などがついて913円です。調理師を目指す高校生はちょっと変わったこんなメニューを注文していました。本日の給食で、それは給食なんですか？ここでは足立区で実際に出ている学校給食が食べられるんです。この日のメニューは豆腐ハンバーグのきのこあんかけ748円。足立区の給食はとても美味しいと有名なんだそうで、品数が多いのと、いろんな食材、野菜とかがたくさん使われていて、足立区に住みたかったなって思いました。中でも多くの人が注文しているのが、トレーの上に小鉢がたくさん乗ったこのメニュー、厚めにカットしたブリ、マダイ、イワシなど、その日に入荷した新鮮なお刺身に、オクラの豚巻き天ぷら、もつ煮込み、大根の唐揚げなど、品数豊富なおかずが日替わりで楽しめる豆皿定食、1320円です。すごいんですよ、もう何皿って感じですか？2皿プラス5皿なんで7皿あります。3人揃って豆皿定食を食べている家族は、イワシの刺身をじっくり味わい、どうです？美味しいです。柔らかくて新鮮でないと、お刺身できないって言われてるものだから、新鮮じゃないと、イワシね、すごくトロッとして美味しかったです。そして店内を見渡すとこんな特徴が、なんとお子さんが多いですね。家族連れが多いようですね。元気いっぱいパクリ。2歳の女の子が食べていたのは、熱くない？ハンバーグやポテト、唐揚げなどが入ったお子様セットまであるんです。家族連れということは、一般か区役所関係かって聞いたらどちらになりますか？一般です。一般客です。お昼時に店内にいたお客さんはなんと全員一般客でした。というのも、実はこの日は祝日で区役所はお休みの日。それでも食堂は営業しているんです。10回以上来ているという50代の女性は、祝日じゃないですか、役所やってないけど今日来たのは何かあるんですか？いや、ご飯食べに行こうか、あそこやってるねって休みでもやってるのを聞いてたんで。リピーターは多いようで、子供の時から。子供じゃない、僕の子供の時は何歳から？3歳ぐらいから。3歳ぐらいから来てるんです。区役所に用があって来て、寄ったら寄って、その後から区役所に用がなくても来るようになりました。一方、初めて来たという夫婦は、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、素晴らしいです。よくその食堂とは思えない。食堂ではない。ではなぜ足立区役所の食堂に？今日
は区役所に婚姻届を出しに。すごい。婚姻届出しに。そうだったんですか。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとこの直前、婚姻届を出したばかり。新婚ほやほや、幸せいっぱいです。もともとここが美味しいっていうのも噂で聞いていて、それでちょうど婚姻届出すとか見てみよう。いい、いい、結婚記念日になりました。はい、もう素晴らしい記念日になりました。ということで、お役所グルメを調べてみたら、その味と価格に多くの一般客がハマっていることが分かりました。実は私、お役所グルメユーザーで、住民票取りに行ったついでに寄ってみたら、安くて美味しくて穴場なんです。ねえ、コスパ最強ですね。はい、ぜひ。